神山、もう挨拶は済んだのか。ああ、もう大丈夫だよ。そろそろ出発する時間だしね。ああ、そうだったな。またこの舞台に立てるなんてよ、思っても見なかったぜ。ああ、今日の世界歌劇団公演は新しい帝劇の復活宣言にもなる。篤穂のおかげだよ。え？篤穂が柱となって支えてくれたから守りきることができたんだ。いつもと変わらない発想がいてくれるから、帝国歌劇団も迷うことなく進むことができる。帝国歌劇団をみんなの家を守れたのは君のおかげだ。ありがとう、発想。バカ野郎、なんだか涙が出てきちまうじゃねえか。すっごくいい話じゃないですか。でも泣いてる場合じゃない。今日の開会式は私たちが主役。そうです、涙よりも笑顔で向かいましょう。花組みんなで幸せの星となるために。そうだな。じゃあその前に、神山、いつもみたいに号令頼むぜ。分かったよ、行くぞみんな。帝国歌劇団花組、出撃せよ。了解。まだかな。神山。ああ、ハソ、遅かった。え、似合わないかな、こういうさ、女の子っぽい格好。いやいやいや、全然、すごく似合ってる。おじゃあ、行こうか。なんかやたら動悸が激しいし、顔も熱い。風邪でもひいたのかな。綺麗だ。あ、私は神山、いや神山清十郎さんが。